ジョーズは、スティーブン・スピルバーグ監督による1975年のアメリカ映画。原作は1974年に出版されたピーター・ベンチリーによる、同代の小説。ジョーズ、ジョーズと表記されることもある。とある秘書地の海辺の町において、海水浴客を襲う巨大な人食い、ホージ・ロザメを、ブロディ所長、若い海洋生物学者、フーパー。 プロのサメハンターのクイントの3人が狩ろうとする海洋アクションスリラー。マーレー・ハミルトンが市長をロレイン・ゲイリーがブロディ夫人を演じる。脚本は原作者のベンチリーと俳優のカール・ゴットリーブ。なお、タイトルのジョーズとは顎の意味。主にマサチューセッツ州マーサズ・ビニヤード島で撮影が行われた本作は海で撮影された最初の大型映画であり、その結果、 機械仕掛けのサメは頻繁に故障するなど、制作中に様々な問題に見舞われ、予算とスケジュールを大幅に超過した作品であった。しかし、スピルバーグは、サメの模型が使えないが故にサメを直接見せない、形に切り替え、サスペンス性を高めた。また、サメの存在を暗示するジョン・ウィリアムズが作曲した、独特の不気味で不吉なテーマもよく知られる。 こうした暗示的なアプローチは、アルフレッド・ヒッチコックの作品とよく比較される。ユニバーサル・ピクチャーズは、当時の大型スタジオ映画としては異例であった、風切り時点での450スクリーン以上に及ぶ大規模な劇場公開を行い、テレビ広告やタイアップ商品に重点を置いた大規模なマーケティングを展開した。ジョーズは、映画史における分岐点となる夏の超大作映画の 原型となり、音楽や編集でアカデミー賞をはじめとするいくつかの賞を受賞した。1977年のスター・ウォーズの公開まで最高興行収入記録の作品であった。この2作はどちらも高い興行収入を追求したシンプルでハイコンセプトのアクション映画やアドベンチャー映画として大々的に宣伝を行い、夏の間に何千もの劇場で公開されるという、 現代におけるハリウッドのビジネスモデルを確立する上で極めて重要な役割を果たした。本作の公開後にはスピルバーグもベンチリーも関わらない続編3作と多くの模倣映画が制作された。2001年には米国議会図書館によってアメリカ国立フィルム登録簿に文化的、歴史的、または美的に重要として保存されることが決定した。 アメリカ東海岸に位置する穏やかな町、アミティ島。夕暮れ、ビーチパーティーの参加者の一人であった若い女性、クリッシーが一人で薄暗い海で泳いでいると、突然、何かに襲われ、そのまま水中に引き込まれて、行方不明となる。翌朝、昨年に、ニューヨーク州警からアミティに赴任してきた、警察署長のマーティン・ブロディは、浜辺に、 女性の死体の一部が打ち上げられたと連絡を受ける。検視の結果、サメの可能性が高いと聞いたブロディはすぐに B1 を閉鎖しようとするが、ボーン市長ら町の有力者たちは町にとって、夏の観光収入は大事だと説いて反対する。結局、閉鎖はされず、検視報告書も市長の意を受けて、ボートのスクリュー事故に書き換えられてしまう。その結果、数日後に今度は昼間に、 大勢の目の前で一人の少年アレックス・キントナーがサメの犠牲になり、一食いザメの存在が街に知れ渡る。少年の両親は息子のあだを取るためにサメに3000ドルの懸賞金をかけようとする。ブロディは混乱をもたらすとして反対しようとするが、逆にサメの被害を知っていたのに適切な措置を取らなかったとキントナー夫人から責められる。また、 地元のプロのサメハンターであるクイントは、検証金額が低くサメを舐めていると侮蔑し、1万ドルでなければ動かないと宣言する。結局、検証金につられて、街の人間のみならず、当該からも素人のハンターたちが押し寄せてくる。ブロディは、海洋研究所に依頼して、サメの専門家を派遣してもらうように手配し、そこでやってきた若い海洋学者マット・フーパーは、 クリッシーの遺体の傷口から標的はかなり大型のサメだと指摘する。その中でハンターの一人によって2メートルを超える大型のサメが捕らえられる。ボーン市長をはじめとして町の住人たちは詳しく確かめもせず、このサメが犯人に違いないと言い,い、一年で最も書き入れ時の独立記念日の祝日には間に合ったことに安堵する。しかし、フーパーは冷静にこれが イタチザメであることや、女性を襲ったサメはもっと大きいことを指摘するも、誰も聞き入れない。夜半、ブロディとフーパーはこっそりとイタチザメの腹をさばき、人食いザメでないことを確認する。そして、フーパーの調査船で二人は海に出て、真の標的を探そうとするが、その中でサメ狩りに熱心であった、地元漁師ベンガードナーの船を発見する。スキューバダイビングスーツを着たフーパーは船を調査し、 ウジロザメの巨大な葉を発見し、これが自分たちが探している人食いザメだと確信する。ところが、直後に発見したガードナーの死体に驚き、証拠となる葉は落としてしまう。翌7月4日、ブロディとフーパーは改めてボーン市長に閉鎖を求めるが、証拠の葉をなくしたこともあり信じてもらえず、浜辺には地元民やたくさんの観光客が集まる。そこにサメが現れ、 再び犠牲者が出る。ブロディはボーン市長にクイントを1万ドルで雇うことを要請し、今度は市長も自分の息子も浜辺にいて恐怖を感じたことなどを挙げて要請を認める。依頼を受けたクイントはブロディとフーパーも同選することをしぶしぶ認めつつ、あくまで自分が船長でサメ狩りのプロであり、自分の命令は絶対に聞くように言い、欧米な態度を取る。 クイントが所有するオルカ号で海に出た3人であったが、クイントは終始フーパーを若造と言い放ってか論じ、フーパーもまたクイントに反発するなど、3人の関係は険悪なものとなる。やがて3人の想定を超えた体長25フィート、重さ3トンはあろう巨大なサメが会場に顔を出す。クイントは部位代わりの樽がロープで結ばれたスピアガンを打ち込むも急所を外し、 巨大ザメの方も森を打ち込まれたままその異様な海力と体力でタルごと海中に沈み逃げ切る。夜、三人は船内で酒を飲みながら互いの傷を見せ合い打ち解ける。その中でクイントは自分が第二次世界大戦末期の沈没した軍艦インディアナポリスの生き残りであり、海に投げ出された同僚たちが集まってきたサメたちに食われ殺されていった過去を打ち明ける。 すると、密かに戻ってきていたサメが、船体に激しく体当たりを始める。船底から浸水する中でサメとの攻防戦が始まり、エンジンルームに被害が出る。まだたるがサメについたままであることを確認した三人は、それを目印に、重機で応戦するが、再びサメはどこかへと消えてしまう。夜が明けると再びサメがやってくる。ブロディは、円外警備隊に、 無線で救助を求めようとするが、サメとの勝負に関わるクイントは無線を破壊してしまう。サメとの攻防は一進一退であり、クイントがスピアガンでさらに樽のついた森を打ち込んだり、ブロディが拳銃でサメにダメージを与えるものの、その異様な怪力と体力に三人は翻弄される。千尾にロープで固定してサメをそのまま栄光しようとする策も、サメの怪力の前に逆に船が危うくなり逃してしまう。 クイントはサメを浅瀬に誘導する策を取り、サメが船を追う形となるが、浅瀬に着く前にカフカで船のエンジンは完全に故障してしまう。ゆっくりと沈み始めたオルカ号の甲板上で3人は騎士回生の策を練る。ダイビングスーツを着たフーパーはサメに体勢のある檻に入って、そこからサメに猛毒のストリキニーネを直接注射して殺そうと試みる。 サメは予想以上に檻を激しく攻撃し、フーパーは危機に陥るも、起点を聞かせて岩陰に隠れ、窮地を脱する。海上に出たサメは沈みゆく、オルカゴを激しく攻撃し、甲板からずり落ちたクイントを食い殺す。ブロディもまた危機に陥る中で、スキューバタンクをサメの口に詰め込む。甲板は完全に沈み、海上にわずかに突き出たマストに陣取ったブロディは、 自分を食うべくやってきたサメの構内のボンベを狙って、ライフルを撃つ。ボンベの爆発によって、サメの上半身は吹き飛びブロディは生き延びる。そこに、フーパーも海上に浮上し、互いの生存を喜び合う。二人は、船の残骸を浮き輪代わりにして、島へと泳いで帰る。ユニバーサル・ピクチャーズのプロデューサーであった、リチャード・ディ・ザナックとデイビッド・ブラウンは、ブラウンの妻である。 ヘレン・ガーリー・ブラウンが編集長を務めていたライフスタイル雑誌コスモポリタンの文学コーナーで偶然にもまだ出版前であるピーター・ベンチリーの小説ジョーズのことを知った。そこにはプロットの詳細な説明が書かれており最後に担当者による良い映画になるかもしれないというコメントで締めくくられていた。二人は一晩かけてこの本を読み翌朝には 今まで読んだ本の中で最も刺激的なものとしてどうやって映像化できるかわからないがとにかく映画化したいという考えに至った。出版される前年の1973年に二人は約17万5000ドルで映画化券を購入した。ブラウンはもし自分たちが2回読んでいたら特定のシークエンスの映像化の難しさを理解し映画化はしなかっただろうと語っている。 ザナックとブラウンは当初、老人と海などの海洋冒険映画を手掛けたベテラン監督のジョン・スタージェスに監督を依頼することを検討していたが、結局、前年に男の出発で監督デビューしたばかりのディック・リチャーズに正式にオファーを出した。ところが、リチャーズがサメをクジラと呼ぶくせに苛立ち、すぐに降板させた。一方、このプロジェクトに非常に興味を持っていたのが、 スティーブン・スピルバーグであった。当時26歳のスピルバーグはザナックとブラウンがプロデュースした続激突カージャックで初の劇場映画の監督を務めたばかりであった。オフィスでのミーティングの終わりにまだ出版されていない原作小説のコピーを見つけたスピルバーグはそれを読んですぐに虜になった。後にスピルバーグは自身が監督を務めた1971年の テレビ映画、激突。との類似点を挙げている。また、2012年に発売された DVD ドキュメンタリー、ザメイキング・オブ・ジョーズではトラックが破壊された時の音を、サメの断末魔の方向として、再利用し、激突。を直接参照したことを明かしている。リチャーズの離脱後、続、激突。カージャック公開前の1973年6月に、 プロデューサーたちはスピルバーグに監督を任せることを正式に契約した。制作が始まる前、スピルバーグはトラックとサメの監督というイメージを持たれることを恐れて上手に消極的になっていた。スピルバーグは20世紀フォックスが進めていたラッキーレディへの移籍を希望したが、ユニバーサルは契約に基づいて拒否権を行使した。ブラウンは ジョーズの後に流行りたい映画を何本も作れると言い,い、スピルバーグを説得した。本作には350万ドルの予算と55日間の撮影スケジュールが与えられた。主な撮影は1974年。映画化に際してスピルバーグは、原作の基本プロットは維持したいと考えていた一方で、サブプロットの多くはカットした。スピルバーグは、 原作で一番好きな部分は最後の120ページにわたるサメ狩りのシーンだと公言し仕事を引き受けた際にもザナックに第一、二幕は変更してオリジナル脚本をベースにし第三幕が原作に忠実であればこの映画をやりたいと話したというザナックらが映画家権を購入した時脚本の初期走行についてはベンチリーに依頼することを約束していたこれは 全米脚本家組合によるストライキの可能性が高まっていたことを踏まえてものであり、彼は組合員ではなかったからである。ベンチリーは他の脚本家の手が入らない段階で全体で3つのドラフト版を書き、最終項をスピルバーグに渡すと、ここまでが私のベストだと宣言した。あとに、ベンチリーは映画の完成版に対する自分の貢献度をストーリーラインと改良ものである点。 そして機械類ぐらいだと話し、登場人物たちのテクスチャーをどうやって脚本に落とし込めばいいのかよくわからなかったと述べている。この初期校における原作からの変更点は、エレン・ブロディとマット・フーパーの不倫劇の削除であり、これは、オルカ号での男たちの友情エピソードを危うくする恐れがあるというスピルバーグからの提案を踏まえたものであった。また、制作中には、 早くのリポーター役として、ベンチリーが出演することが決まった。ベンチリーの脚本の登場人物ではまだ好感が持てないと感じたスピルバーグは、若手の脚本家である、ジョン・バイラムにリライトを依頼したが、断られた。刑事コロンボの脚本家であった、ウィリアム・リンクとリチャード・レビンソンも、スピルバーグの依頼を断った。こうして、他の脚本家探しが行われた中で、 ロサンゼルスにいたトニー賞とピューリッツァー賞の受賞経験がある劇作家のハワード・サックラーがクレジットされないリライトのオファーを受けたスピルバーグの提案でブロディは水を恐れる設定が追加された彼はマサチューセッツに近い穏やかな島の沖合で何かかなり恐ろしいものを見つけるため都会のジャングルからやってきたとなったスピルバーグは作品に ある程度の警戒さを求め、決して暗い作風の海での狩猟劇にしないために、友人のコメディ作家兼俳優であるカール・ゴットリーブにも協力を求めた。スピルバーグは彼に脚本を送り、脚本家としてどう変更点を加えるか、また出演したい役柄はあるかと尋ねた。これに対して、ゴットリーブは3ページほどのメモを送り返した上で、政治家とコネがある。 地元紙の編集者、メドーズ役を希望した。そしてオーディションに合格した一週間後には、スピルバーグは彼をプロデューサーに引き合わせ、脚本修正の仕事を依頼した。ゴッドリーブとの脚本に関する契約は、当初、セリフのブラッシュアップで、期間も一週間ほどであったが、九週間にわたる、主要な撮影期間中にも、脚本全体の書き直しを行い、最終的には本作における、 主客本家の一人といいう扱いに変わった各シーンの脚本は基本的にその撮影の前夜に完成したが、これはゴッドリーブがスピルバーグやキャスト、撮影クルーたちとの夕食を共にした後に修正が行われていたためである。多くの会話シーンはこれら食事中の俳優たちの即興劇が元であり、またいくつかは撮影セットの中で作られていった。 さらにジョン・ウィリアスがセリフのブラッシュアップを担当し、シュガーランド・エクスプレスのライターであるマシュー・ロビンスと、ハルバー・ウッドもノンクレジットだったが脚本に貢献している。どの程度、脚本家たちに採用されたかは不明だが、スピルバーグは、走行は自分が作ったと主張している。この中で、彼が要求した具体的な変更点の一つは、サメのシーンを大量の傷から、 スキューバタンクの爆発に変更するというものであり、派手なエンディングの方が観客の反応が良いと考えたためであった。スピルバーグは脚本の完成校には原作にない約27のシーンがあったとしている。ベンチリーは1964年にスポーツフィッシングのフランク・マンダスが巨大なサメを捕獲した記事を読んでジョーズを書いた。ゴッドリーブによればクイントの設定は大体において マンダスを元にしており、執筆にあたって読んだスポートフィッシンフォー・シャークスを参考にしたという。サックラーはクイントのバックストーリーとして第二次世界大戦におけるインディアナポリスの遭難事故の生存者である設定を盛り込んだ。インディアナポリスにまつわるクイントの独白の部分を書いた脚本家は誰かという点はかなりの論争となった。スピルバーグはサックラーとミリアス、 そしてクイント役で劇作家でもあったロバートショーの共同制作だったという表現を用いた。彼によれば、ミリアスはサックラーの4分の3ページのスピーチをモノローグに変え、それをさらにショーが書き直したと明かしている。なお、ゴッドリーブはミリアスの功績を軽視し、ショーが一番の功労者であったと称賛している。ザナックとブラウンの要望に応じてスピルバーグは、 基地の俳優をキャスティングしたが、大物俳優の起用だけは避けようとしていた。スピルバーグは、やや無名の俳優を起用することで観客にとって、身近な出来事だと認識させる狙いがあり、逆にもし大物俳優を起用すれば、その代表作のイメージも付きまとい物語を破綻させる恐れがあると懸念したためであった。スピルバーグの狙いとしては、スーパースターはサメになるというものだった。 最初にキャスティングされたのは、エレン・ブロディ役のロレイン・ゲリーとアミティ等の市長役のマーレイ・ハミルトンであった。スタント・ウーマンから女優に転身したスーザン・バックリニーは、彼女が泳げてヌードになることも意図はなかったために、最初の犠牲者であるクリッシーにキャスティングされた。ほとんどの早くは、映画の撮影が行われたマーサーズ・ビニヤード等の住民たちをエキストラして雇ったものであった。 その一例が、ヘンドリックス保安官代理を演じた、後にテレビプロデューサーとなるジェフリー・クレーマーである。また、二番目の犠牲者となった少年アレックス・キントナーの、母親である、キントナー夫人を演じたのも島の演劇講師であった、リー・フィエロだった。主人公、ブロディアクは、当初ロバート・ディバルがオファーされたが、彼は、クイント役にしか興味を示さなかった。チャールトン・ヘストンは、 ブロディ役に興味を示したが、スピルバーグは安穏とした街の警察署長をヘストンが演じるには映画の登場人物として威厳がありすぎると感じた。最終的にロイ・シャイダーに決まった経緯についてスピルバーグはインタビューで友人宅のパーティーで文字通りソファーに座ってコカ・コーラを片手に上手のことで頭を悩ませていたところ特別な面識はなかったシャイダーに話しかけられ、 キャスティングが難航していることを明かしたという。するとシャイダーが自分ではダメかと聞いてきたと述べ、そこでオファーを出したところ、その場で台本も見ずに OK を出してくれたと語っている。また、メイキングドキュメンタリーによれば、パーティーでスピルバーグが脚本家とサメがボートに飛び乗るシーンの話をしているのを聞いたシャイダーが本作に興味を持ったのがきっかけだったという。こうして、 ブロディ役にはシャイダーが採用されたものの当初スピルバーグは彼がフレンチコネクションで演じたようなタフイとなることを懸念していた。制作開始の9日前の時点では未だクイントもフーパーもキャスティングされていなかった。クイント役についてはリー・マービンとスターリング・ヘイドにオファーが出されていたものの二人に断られてしまった。ザナックとブラウンはちょうどスティングにおいて ロバートショーとの仕事を終えたばかりで彼をスピルバーグに提案してみた。実のところショーは脚本に難色を示しオファーを受けることに消極的であったが妻で女優のメアリー・ユーアと秘書の両方に促されて引き受けることにした。彼は二人があんなに熱心だったのはロシアより愛を込めて以来だったよ。そして彼女たちは正しかったと解雇している。 またショーは役作りとして地元の漁師ベンガードナーを演じたビニヤードの漁師かつ農園主でかなりの風変わりな人物であったクレイグ・キングスベリーを参考にした。スピルバーグもまたキングスベリーを私の頭の中にあるクイントの純粋な姿と表し彼の発言のいくつかがガードナーとクイントのセリフとして脚本に組み込まれることとなった。また 特に第三幕の会場が舞台でのクイントのセリフや関わりの一部はビニヤードの整備士でボート所有者でもあったリン・マーフィーの発言が用いられていた。フーパー役には当初スピルバーグはジョン・ボイトを望んでいた。ティモシー・ボトムズ、ジョエル・グレー、ジェフ・ブリッジスも候補に上がっていた。その中でスピルバーグの友人でアメリカングラフィティの監督を務めたジョージ・ルーカスは 主人公のカートを演じたリチャード・ドレイファスを進めた。当初、ドレイファスは役を受けるつもりはなかったが、完成したばかりのグラビッツ親父の年期暴行の公開前試写会を見て、考えを改めるに至った。ドレイファスは映画の出来に失望し、このままでは誰も自分を雇わなくなることを恐れ、慌ててスピルバーグに電話をかけ、オファーを受ける旨を伝えた。この時点で、 スピルバーグが思い描いていた映画の内容は原作と大きく異なるために彼はドレイファスに原作を読まないことをお願いした。こうしてフーパー役の決定とともに脚本はドレイファスの人物像に合わせる形でリライトされドレイファスを自分の分身と捉えたスピルバーグの考えが反映されるような形となった。私たちは脚本なし、キャストなし、サメなしで映画を始めた。 リチャード・ドレイファス1974年5月2日、ロングアイランド東部であることを考慮して、マサチューセッツ州、マーサズ・ビニヤード島で撮影が開始された。後にブラウンは、サメの出現が観光ビジネスを破壊してしまうような、低中流階級向けの保養地が必要だったと説明している。他にもマーサズ・ビニヤードが選ばれた理由として、 周囲の海が海岸から12マイルの間35フィート未満の遠浅の砂地の海底であったためであり陸地が見えないところでも機械式のサアを動かすことが可能だったスピルバーグは水場のシーケンスにおいてあたかも泳いでいる人の目線用にクローズアップしていく撮影がしたかったために撮影監督のビル・バトラーは潮の満ち引きに関係なくカメラを安定させるためのリグや 密閉された水中カメラボックスなど、海洋や水中での撮影を容易にするための新しい機材を考案した。また、スピルバーグは、美術部に風景や衣装から赤を避けるように指示し、これによって、サメの攻撃時による血が唯一の赤となって、より大きなショックとなるように狙った。マーサズ・ビニヤード等の漁村、ベネム社が主なロケ地であった。当初、プロデューサーたちは、 ホウジロザメを訓練して撮影に用いることを検討していたが、これはすぐに不可能であると分かったため、3体のフルサイズの空圧式で稼働するサメの機械模型が製作された。このサメの模型はスピルバーグの弁護士、ブルース・レーマーにちなんで、スタッフたちからブルースと愛称された。この3体のうち1体は腹部がなく、 全身に固定された300フィートの糸で牽引できる海ゾりサメ、そして残りの2体はサメの側面を撮影するのに特化させたもので、撮影しない反対側に空圧ホースなどの制御機構が露出している舞台サメであった。このサメは1973年の第三四半期にアートディレクターのジョー・アルベスによってデザインされ、 1973年11月から1974年4月にかけてカリフォルニア州サンバレーのローリー・ハーパーズ・モーション・ピクチャーエキップメントレンタルで制作された。これには40人もの特殊効果技術者が参加し、監督には海底2万マイルの巨大化の制作でよく知られていた機械効果のスーパーバイザーであるボブ・マテイが務めた。サメは完成した後、 トラックで撮影現場に運ばれた。7月初旬、舞台サメは撮影のため海中に下ろしている最中に落下し、ダイバーチームがそれを海底から引き上げる羽目になった。このモデルはすべての稼働部分を制御するために14人のオペレーターを必要とした。ジョーズは海で撮影された最初の大型映画であり、撮影はトラブルに見舞われて大幅に予算超過してしまった。 デイビッド・ブラウンは予算は400万ドルで撮影に900万ドルを費やしたと述べている。機械のサメの問題だけで特殊効果の支出が300万ドルに膨れ上がった。不満を持つクルーは映画にフローズというあだ名をつけていた。スピルバーグはこうした多くの問題の原因を自分の完全主義と経験不足にあったとしている。前者は実際に等身大のサメを使って 海で撮影することにこだわったことに象徴されている。水槽やどこかの保全された湖で撮影することだってできたんだ。ただ、別物になってただろうけどねと彼は言う。また、経験不足については、基本的に海について世間知らずだった。母なる自然については、かなり幼稚な認識で、そうした事象を征服できると考えた映画制作者の傲慢さは、無鉄砲すぎた。しかし、 私がこの映画をノースハリウッドの水槽ではなく、大西洋で撮影するように要求したとき、それが無謀だと気づくには、自分は若すぎたと語っている。ゴッドリーブは映画を作る以外には何もできなかったと述べ、だから毎日、皆がオーバーワークだったとし、脚本家である。彼は、海のセットに毎日立ち会う必要はなかったが、帰ってきたクルーたちは、やつれ、火に焼け、風に吹かれて、 海水を被っていたという。海上での撮影は難航を極めた。不要なヨットが画面に入ってきたり、カメラがずぶ濡れになったり、オルカ号が演者を乗せたまま沈み始めたりするなどのトラブルで撮影スケジュールは遅れていった。悪天候や空圧ホース内への海水の侵入、耐水性不足による破損、皮膚の腐食、電気分解の発生などによって、 サメの模型の故障が頻発するトラブルにも見舞われた。最初の水性テストの時から、非吸収性だったはずのネオプレン素材の発泡体で、作られたサメの皮膚は水を吸って膨張したり、海藻の森に絡まってしまうこともしばしばあった。後にスピルバーグは、毎日12時間の作業スケジュールの中で、実際に撮影ができたのは、平均4時間ほどであったと推測している。ゴッドリーブは、 船のプロペラで首を切断しそうになったり、ドレイファスは鉄製の檻の中に閉じ込められそうになり、また俳優たちは頻繁に船酔いしていた。ショーは税務上のトラブルでカナダに逃亡したり、叫びたりになったり、グラビッツ親父の年季暴行の演技が賞賛されていた、ドレイファスに嫉妬したりしていた。スピルバーグは良かった日は5つのシーンが撮影できたが、平均的には3つだった。 悪い日には一つも撮影できなかったとし、主要撮影期間中には編集のバーナフィールズが撮影フィルムをほとんど手にすることがなかったという。撮影が遅れたことで、いくつか有益なこともあった。脚本は撮影中に洗練されていき、また、サメの機械は信頼性が低く撮影にあまり使えないがゆえに、スピルバーグは実際にサメの姿を見せない、存在をほのめかすシーンを多用した。 例えば、後半のサメ狩りのシーンでも、会場に浮かんだ黄色い樽の部位がサメの存在と位置を示していた。冒頭でサメがクリッシーを襲うシーンも、ケーブルでクリッシー役のバックリニーを引っ張り、海中に引きずり込まれるようなシーンに取り直された。スピルバーグはまた背びれだけを見せるショットも何度も取り入れている。外部条件で抑制せざるを得なかった演出は、結果として、 映画のサスペンス性を高めたと考えられている。数年後にスピルバーグは土曜の昼にやっている日本的なホラー映画からヒッチコックのような見せないスリラーになったと自己評価している。別のインタビューではサメが動かなかったのは天の恵みだった。おかげで私はレイ・ハリー・ハウゼンよりアルフレッド・ヒッチコックのようになれたと語っている。また水中のサメが偽物に見えれば見えるほど 私の中の不安は演技の自然さを高めるように働きかけたと語るほど巨大サメを観客に信じさせるために演技が非常に重要となった。本物のサメの映像は南オーストラリアのデンジャラスリーフ沖でロン・テイラーと彼の妻バレリーが撮影したものであり、これはミニチュアのサメ檻の中に背の低い俳優を入れることで巨大なサメであるかのように錯覚させていた。 テイラー夫妻の撮影中には本物のホウジロザメがボートと檻を襲ったことがあった。檻を攻撃する映像はあまりにも衝撃的なものであったため、スピルバーグはこの映像を映画に取り入れることに薬期となった。当時、檻の中には誰もいなかったことを踏まえて脚本は書き直されることとなり、本来は原作通りにサメに殺される予定であったフーパーは檻から脱出して、 その後にサメが空の檻を破壊するという内容に変更され、ここにその映像が使用された。制作部長のビルギルモアが言うように、オーストラリアのサメが脚本を書き直させ、ドレイファス演じるキャラクターを救った。55日間の予定であった主要シーンの撮影は、開始から159日後の1974年10月6日までかかった。スピルバーグは長引いた撮影を振り返り、 映画制作者としてのキャリアは終わったと思った。噂を聞いたんだ。もう二度とあいつが仕事をすることはないだろうって。だって、100日もオーバーして映画を撮ったやつなんて他にいないからと語っている。サメが爆発するラストシーンにはスピルバーグは立ち会っていない。これは撮影が終わった瞬間にクルーたちによって海中に投げ込まれると信じていたからであった。これ以来、スピルバーグは 映画の最後のシーンの撮影には立ち会わないのが恒例となっている。その後、カルバーシティにあるメトロゴールドウィンメイヤーの水槽で水中シーンが撮影され、サメが檻りを襲うシーンでは、ドレイファスの代役として、スタントマンのリック・ウォー・ロックとフランク・ジェームズ・スパークスが参加したほか、カリフォルニア州サンタ・カタリナ島付近でも撮影が行われた。サメ狩りまでの最初の3分の2の ラフカットを完成させていたフィールズは一部の素材を手直しして編集を終えたという。ザナックによれば彼女はスティーブンがコメディ的に構成した部分を恐怖シーンに変えたり、あるいは恐怖シーンとして撮影した場面をコメディに作り変えてしまったという。オルカ号として撮影された船舶はロサンゼルスに移されたために音響効果チームは 船と水中シーンの両方の音を収録することができた。テスト上映の後に二つのシーンが変更された。観客たちの悲鳴が、シャイダーのもっとでかい船が必要だの気を聞かせたセリフに被ってしまったため、セリフの部分はサメが彼の背後に飛び込んだ後に映され、また音声のボリュームも上げられた。また、スピルバーグは、貪欲にもう一つ悲鳴が必要だと判断したが、 ユニバーサルは再撮影の費用を拒絶した。そのため、スピルバーグは自腹で3000ドルを用意し、フーパーがベンガードナーの遺体を発見したシーンを新たに撮影した。水中シーンはカリフォルニア州エムシュノにあるフィールズのプールで撮影され、ナンパしたボートの船体の中から見つかるクレーグ・キングスベリーの遺体は、彼の頭をくっつけたラテックス模型が用いられた。また、 マーサズ・ビニヤードの濁った海水を再現するため、プールには粉ミルクが流し込まれ、防水布で覆われた。詳細は、ジョーズを参照ジョン・ウィリアムズが作曲した本作のスコアによって、彼はアカデミー賞を獲得し、また後にはアメリカンフィルム・インスティチュートによって6番目に偉大なスコアに選出された。メインのサメのテーマは、2つの音符が交互に並ぶシンプルなパターンで E と F や、 F と F のシャープとも呼ばれ、サスペンス音楽における代表曲となった。ウィリアムズはこのテーマを、あなたはバラバラにされてしまうだろう。サメがそうするように本能的で、容赦がなく、止められはしないと表現した。演奏は、中馬奏者のトミー・ジョンソンが行い、演奏時、ウィリアムズは彼から、なぜ高音域で書かれた、この曲を、より適切なフレンチホルンで演奏しなかったのか。 という質問を受けて、もう少し強迫的に聞こえるようにしたかったと述べている。ウィリアムズが最初に自分のアイデアをピアノを使って、二つの音だけを弾いて、スピルバーグに聞かせたとき、彼は冗談だと思って笑ったと言われている。ジョーズと海賊映画の類似点を見たウィリアムズは、スコアの他のポイントでは、原始的だが、楽しくて愉快なものと呼べるような、海賊音楽を連想させるようにした。 早くパーガッシブな弦楽器の演奏を求めて、クロード・ドビュッシーの海やイーゴリ・ストラビンスキーの春の祭典のような響きを含んでいる。メインテーマの意味と効果については様々な解釈があるが、このテーマは映画界で最も認知された曲の一つであると一般に評されている。音楽学者のジョーセフ・カンチェラーロは2つの音符の 表現がサメの鼓動を模したものという説を挙げている。アレクサンドル・ティルスキーによれば、バーナード・ハーマンが、タクシードライバーや、北北西に進路をとれ、また特に、SF 巨大生物の島で作曲したテーマのように、人間の呼吸を暗示しているという。彼はまた、スコアの最も強いモチーフは、実は、分裂と破裂である、クリッシーの死後に劇的にカットされるように、と指摘している。 音と静寂の関係は、観客がサメとテーマを関連付けさせるようにも、工夫されており、映画のクライマックスではこれを逆用し、音楽によってサメの登場を知らせず、突然サメが現れるという形が用いられる。後にスピルバーグは、ウィリアムズの音楽がなければ、映画の成功は半分だっただろうと言い、ウィリアムズもまた本作が自分のキャリアを飛躍させたものだという。 ウィリアムズは以前スピルバーグのデビュー作である俗、激突、カージャックでも音楽を担当し、本作の後もほとんどの作品でスピルバーグ作品の音楽を担った。本作のオリジナルサウンドトラックは1975年に LP で MCA レコードからリリースされ、1992年には CD でリリースされた。これにはウィリアムズが アルバムのために編曲した約30分の音楽も含まれていた。2000年には2つのバージョンでリリースがなされた。デッカレコードは25周年記念 DVD の発売に合わせて51分にわたるオリジナルの全曲を収録したサウンドトラックを復刻した。バレーズサラバンドレコーズのバージョンはジョエル・マクニー・リーが指揮したスコットランドのロイヤル・スコティッシュ管弦楽団の 演奏によるものを再録音したものであった。ハーマン・メルビルの白芸は最も注目すべきジョーズの前身となる作品である。クイントの性格はマッコウクジラ漁に人生を捧げる P コード号の A ハブ船長に強く似ている。クイントの独白はサメに対する同様の執着心を明らかにしており、オルカ号という名前もホウジ・ロザメの唯一の天敵にちなんで名付けられている。 原作と初期脚本では、クイントの最後は、A ハブの最後と同様に、彼の足に絡んだ森のロープによって海中に引きずり込まれるというものである。こうした直接的な引用を示すシーンは、クイントが映画版、白芸を見ているなど、スピルバーグによるドラフト版の脚本にはあった。しかし、白芸のシーンの流用は、銀幕スターで白芸の著作権を保有していたグレゴリー・ペックから、 許可を得られなかった。ゴッドリーブは、ジョーズは、メルヴィルやヘミングウェイのような巨大な闘争だと述べ、アーネスト・ヘミングウェイの、老人と、海との類似点についても言及している。サメの視点から撮影された水中シーンは1950年代の2つの、ホラー映画、オーアマゾンの半魚人と、大怪獣出現の一節と比較される。また、ゴッドリーブはサメを、どのように描写するか、 あるいは描写しないかについてそれと同じ50年代の二つの SF 作品に影響を受けたことを明かしている。一つは、優勢よりの物体 X であり、ゴッドリーブは最後のリールでしか怪物を見ることができない素晴らしいホラー映画と述べている。もう一つは、それは外宇宙からやってきたであり、怪物は常に画面外におり、それゆえにサスペンスに仕上げていたという。 こうした洗礼は、スピルバーグとゴッドリーブが、サメ自体ではなく、サメの効果を見せることに集中するのに役立った。トーマス・シャッツなどの学者は、ジョーズが本来はアクションスリラー映画であるにもかかわらず、様々なジャンルを融合させていると説明している。大部分は、ホラー映画を参照しつつ、自然を基本に置いて、怪獣映画の革新を持ち、スラッシャー映画の要素も加えている。 後半は、オルカ号の乗組員同士の交流を描いた、バディ映画であり、サメを、ほぼ悪魔的な脅威に見立てての描写は怪奇ホラー、映画である。イアン・フリーアは本作を水星怪獣映画と表現し、キング・コングや、ゴジラといった初期の怪獣映画からの影響を見ている。1977年には、チャールズ・デリーも、本作を、ゴジラと比較している。実際にスピルバーグは、 子供の頃に影響を受けた作品として、怪獣王ゴジラを挙げており、その理由として、ゴジラが実際に存在していると信じさせたという、天才的な手法に言及している。ニール・シンヤードなどの批評家は、ヘンリック・イップセムの戯曲、民衆の敵との類似性を述べている。ゴットリーブは、彼とスピルバーグが、本作のことを、モビーディックが、民衆の敵と出会うと呼んでいたと述べている。 民衆の敵は、温泉が湧いた海辺の町において、観光資源にしようとする住民たちと対峙する、源泉が汚染されていることに気がついた医師を主人公としている。医者は住民たちに危険性を説明しようとするが、職を失い、迫害を受ける。このプロットは、上手において、町の観光業に、ダメージのあるサメの存在を認めることを拒絶する、市長とブロディの対立を彷彿とさせる。 そして昼間の囚人監視の中で再びサメの襲撃が発生した時、ブロディの主張が認められる。シンヤードは本作を、ウォーターゲートとイップセンの演劇を完璧に組み合わせたと評している。ジョーズは学術評論家からも注目を集めた。スティーブン・ヒースは映画のイデオロギー的側面に関して、当時のウォーターゲート事件に関連づけている。彼は、 映画には一人の黒人も女性もおらず、ブロディを白人男性の中産階級の代表とし、恐怖と良識から生まれた平凡な男のヒロイズムが、公の秩序を回復する物語だとして批判する。一方でヒースは、イデオロギー的な内容分析を超えて、本作を映画の楽しさ、それによって、業界の永続性がもたらされるから、売れる。 工業製品としての映画のシグナル例として考察する。アンドリュー・ブリットンは本作を原作にあったウォーターゲート事件後のシニシズムと対比させ原作からの改変点が共同体の悪魔払いでありイデオロギーの信頼を回復するための儀式となっていることを示唆する。彼は悪そのものの破滅を示すサメの滅びへの大衆の関係を抜きにはこの映画の経験は 考えられないものであるという。彼の見解ではブロディは一人の正義に立った人間の個人的な行動が社会変革のために実行可能な源になることを実証するのに役立っているとする。ピーター・ビスキンドーはこの映画がサメ以外の唯一の悪役が悪徳主張である限り政治と政治家に関するウォーターゲート事件後のシニシズムを維持していると主張している。それでも彼は この時代のアメリカンニューシネマの映画制作者たちがよく採用していた物語の形式とは異なり、ジョーズでは主人公たちが権力者と戦うのではなく、社会的あるいは経済的地位に関係なく全ての人々を標的とする脅威と戦うことになっていると指摘している。また、ブリットンは映画がアミティジまでの階級闘争という原作のテーマを避けていると指摘するのに対し、ビスキンドは 映画の中で描かれる階級区分に重要な意味を見出している。権威は回復しなければならないと彼は書くが、しかし、クイントの言葉ではない。船乗りの労働者階級のたくましさと中山階級の独立心は異質でギョッとさせる不合理で制御不能だ。一方でフーパーは経験よりも科学技術を連想させ、また、 自ら生み出したものではない相続した財産を持つ。クイーンとほどではないにせよ、彼は決定的なアクションから阻害されている。ブリトンはこの映画を子供たちの脆弱性と子供たちを保護し、またその必要性に関心があるとみなし、それが家族生活に関する思考の価値についての広範的な感覚、すなわちイデオロギーの安定性と文化の継続性の 価値を生み出すのに役立っているという。フレドリック・ジェームソンの分析においては、サメの多義性を強調し、それが、どのように読み取ることができ、またまたどのように読み取られてきたのか、共産主義や、第三世界のような異質な脅威の症状が現代アメリカでの生活の、非現実性や空虚な試みに関する憂レクと、神話性を見せることから、死の認識を、 消毒や抑圧しているということまでを論述する。彼はその象徴的な機能はまさに本質的には社会的歴史的な不安であるものを一見すると自然なものに折りたたみ生物学的存在と他のものとの対立のように見せて再構築することを可能性にしているという点で深くイデオロギー的な多義性を内包していることにあると主張する。 彼は、ブロディとフーパーの友情を、法と秩序の力と、多国籍企業という新しいテクノクラートとの間の、同盟を示す偶は、見る、者たちは、そこから自分が除外されていると、理解せずに喜んでいると解き、クイントの終焉に古く大衆主義的なニューディール、アメリカの象徴的な転覆を見出す。ニール・ガブラーは本作を、障害を解決するために三つの異なるアプローチがある。 ことを示しているという。すなわち、科学、精神論、そして一般人である。この中で成功したものは、最後のものであり、それがこの映画が支持されている理由だと結論づけている。映画の上映期間中、17歳女性の観客が映画神経症を発症させたと言われている。映画神経症とは、映画鑑賞後に、精神的な健康障害やあるいは既存の、 精神的な健康障害を悪化させた症例を指す。症状は最初に睡眠障害や不安症として現れたが、ある日から患者は、サメ、サメ、と叫び、痙攣を起こすようになった。この事例研究により、視聴者にストレス反応を引き起こした本作は1973年の映画エクソシストと並んで医学界で注目されるようになり、 あとに、ブライアン・アール・ジョンソンの研究において使用され、映画がストレス誘発剤として視聴者にどれほどの影響を与えるかテストを行った。この研究では、一般人の一部の集団にストレスが誘発される可能性があることがわかり、ジョーズは特に視聴者にストレス反応を起こさせた。ジョンソンは、サスペンスであれ、ゴア表現であれ、音楽の演出であれ、具体的に何が、 視聴者のストレス反応を引き起こすかまでは突き止めることができなかったが、1986年のジー・スパークスが行った研究では、ジョーズを含む特に暴力的な映画は観客に最も激しい反応を引き起こさせる傾向があるという。ユニバーサルはジョーズのマーケティングに180万ドルを費やし、この中には前例のない70万ドルをかけた全国テレビの スポット広告も含まれていた。この大々的なメディアキャンペーンは、1975年6月18日から映画公開日の2日後まで、ネットワーク放送において毎晩ゴールデンタイムに約2ダースの30秒の広告を流すというものであった。映画業界の専門家であるシアーレ・コフホバーグの説明によれば、ユニバーサルによるこの映画の 最も初期の段階では1974年10月時点においてザナック、ブラウン、ベンチ D がテレビやラジオのトークショーに出演し小説の文庫版や公開予定の映画についての宣伝を行った映画スタジオと出版社バンタムはペーパーバック版と映画の広告に共通のタイトルロゴを使うことに合意した共同マーケティング戦略の中心となったのは ジョン・ウィリアムズの作曲したテーマ曲と、一人きりの女性スイマーに近づくサメを描いたポスターのイメージであった。ポスターはペーパーバック版の表紙がベースになっており、同じアーティストであるバンタム社の社員ロジャー・カステルが起用された。代表のトニー・サイニガーは何をやっても怖さが足りなかったと述べている。サイニガーは最終的にサメの歯が見えるようにするため、 サメの腹から移す形に決めた。映画の公開を気により多くのグッズも制作された。1999年、グレームターナーは、ジョーズについて、かなり手の込んだタイアップ商品の数々があった年、具体的に、サウンドトラックのアルバム、T シャツ、プラスチック製のタンブラー、メイキングボン、原作小説、ビーチタオル、毛布、サメのコスチューム、サメのおもちゃ、ホビーキット、アイアン、 トラファース、ゲーム、ポスター、サメの葉のネックレス、寝巻き、水鉄砲など、おられ列している。例えば、アイディアルトイズは、プレイヤーがフックを操作して、サメの顎が閉じる前に、その口の中からアイテムを取り出すおもちゃを制作していた。1975年3月26日に、ダラスで2回、3月28日にロングビーチで1回の、試写会が行われ、 この時の映画のラフカットに対する観客の反応は、ベンチリーの原作の成功やユニバーサルのマーケティング戦略の初期段階の成功も、相まって映画館オーナーの間で関心を呼び、スタジオは何百もの映画館で、ジョーズを同時公開するという計画を促進することになった。4月24日には、ハリウッドにて最終試写会が行われ、これは以前の試写会での反応を踏まえて、 カットの追加や変更が加えられたものであった。ユニバーサル会長のルー・ワッサーマンは上映会への出席後、この映画は夏の間ずっと公開を続けてほしい。パームスプリングスの住人たちにパームスプリングスで見てほしくない。車でハリウッドまで見に来てほしいと述べて900巻もの劇場で予定されていた初回公開を取りやめるように命じた。とはいえ、 公開発週にすでに数百の劇場で予約されていたということは、当時として異例のワイドリリースであったことを意味している。当時、ワイドリリースを行うということは、映画の質を疑われるような作品とみなされる余地を含んでいた。つまり、否定的なレビューや口コミの影響を減らすことが目的であり、グラインドハウスやエクスプロイテーション映画といったものでは、慣習的に採用されていた。 ただ、いくつかの例外もあり、明日の壁をぶち破れの再公開とその続編である、ザ・トライアル・オブ・ビリー・ジャックや、ダーティ・ハリーの続編である、ダーティ・ハリーに、0 0七シリーズの最新作などもあった。それでも当時の一般的な大手スタジオ作品の劇場公開とは、まずいくつかの大都市で、プレミア上映が行われ、その際の批評家や、観客の反応が良いことを確認した配給会社が、 ゆっくりと全国の他の地域にフィルムを送り出すというものであった。1972年のゴッドファーザーの大成功は同時公開数を引き上げる傾向をもたらしたが、この作品でさえ公開2週目の週末まではわずか5巻での上映であった。6月20日、ジョーズは北米で464の劇場で上映が始まった。この大規模な公開と、 当時としてはさらに珍しい全国放送のテレビマーケティングキャンペーンが組み合ったことで当時において事実上前例のない配給が実現した。ユニバーサルの社長であるシュド・シャインバーグは全国的なマーケティングの費用は従来のゆっくりとした規模のリリースと比べて1枚あたりのプリントの代金でより有利に焼却できると見込んでいた。この映画の成功を受けて 7月25日には約700巻、8月15日には950巻以上に上映劇数が拡大された。海外での配給も同様の手法が取られて集中的なテレビでのキャンペーンやワイドリリースが行われ、例えばイギリスでは12月に100巻以上の劇場で公開された。2015年には 劇場公開40周年を記念して6月21日の日曜日と6月24日の水曜日にアメリカの一部の劇場で公開された。ジョーズは409カ所の劇場で公開され、公開発集の週末に記録的な700万ドルを達成し、最初の10日間で2111万6354ドルの収益を上げ、制作費を回収してしまった。 最初の59日間で954回のプレイデートがあり1億ドルを稼ぎ出した。わずか78日で、それまでの北米の工業収入の最高記録であったゴッドファーザーの8600万ドルを抜き、アメリカにおける劇場公開で最初に1億ドル稼いだ作品となった。初年度においては、最終的に1億に310万ドルの工業収入をもたらした。 1976年と1979年夏の劇場での再公開によって劇場での興行収入は1億3340万ドルに達した。1975年12月には北米以外での公開も始まり北米と同様の成績を収めた。シンガポール、ニュージーランド、日本、スペイン、メキシコでは記録を更新した。 1976年1月11日、ジョーズは1億3、200万ドルの配給収入となり、ゴッドファーザーの1億3、100万ドルを上回る世界最高工業収入を記録した。1983年に公開されたシリーズ第3作目までには、全世界で2億7、0ドルの工業収入を獲得したとバラエティ氏は報じている。ジョーズは、その2年後に公開された。 スターウォーズまで歴代最高興行収入を記録していた。スターウォーズは公開から6ヶ月でジョーズを抜いて全米記録を更新し、1978年には世界記録を樹立した。ジョーズは全世界で4億7、200万ドルの興行収入を記録した。インフレ率を考慮した2011年基準では約20億ドルを稼いだ計算になり、 スターウォーズシリーズに次ぐ成功した映画シリーズであった。アメリカとカナダでは2020年の基準で12億ドルに相当する2億6、100万ドルの工業収入を記録しており、チケット価格のインフレ率を調整した場合、歴代7位の工業収入記録となる。イギリスでは1975年以降に公開された映画の中で7番目の工業収入を記録しており、 2009年から2010年の基準で70ポンド以上を稼ぎ出し、入場者数は1620万人と推定されている。本作はまた、ブラジルでも1、300万枚のチケット販売を達成し、これはタイタニックに次ぐ歴代2位の観客動員数であった。地上波では ABC 放送が、 劇場最上映直後の1979年11月4日に初めて放映した。このアメリカでの初放映はニール戦視聴率で39.1%を記録し、全視聴者の57%が肯定的であった。これは風と共に去りぬに次ぐ歴代2位のテレビ映画視聴記録であり、4番目に高い評価であった。 イギリスでは1981年10月に放送された初回放送でに300万人が視聴し、長編映画としては007死ぬのは奴らだに次ぐ歴代2位のテレビ視聴者数記録であった。ジョーズは肯定的なレビューを受けた。レビュー集計サイトロッテンタメイトスでは87件のレビューをもとに98%の支持を獲得している。 同サイトの批評コンセンサスではよく練り上げられた説得力のあるストーリーテリングと的確な恐怖演出はスティーブン・スピルバーグのジョーズが現代における超大作スリル映画の模範であり続けている証となっているとしている。メタクレティックでは21人の批評家をもとに100点満点中87点の過重平均スコアを獲得しており普遍的な賞賛としている。 シカゴサンタイムズ氏のロジャー・イーバートは満点の4つ星を与えてこの映画をセンセーショナルで印象的な映画であり登場人物たちの成長も描かれているがゆえにより良い作品に仕上がったホラースリラーであると評したバラエティッシュのエディ・マーフィーはスピルバーグの監督としての技量を称賛しまたロバート賞の演技を絶対的に素晴らしいと評しているザニューヨーカー誌のボーリン・ケールは これまでに制作された中で最も陽気でひねくれた恐怖映画だった初期のウディアレンの作品よりも活気がありもっとたくさんの電気が使われていてウディアレン的で面白いと述べているニュータイムズ誌のフランク・リッチはスピルバーグは最近のほとんどのアメリカの映画制作者からは馬鹿げているほど欠けてしまった才能に恵まれているこの男は実際に スクリーンで物語を語る方法を知っている。上手の中で最も恐ろしいシークエンスのいくつかは、サメを見ることすらできないということが、この監督の才能をよく物語っていると評した。ジュディス・クリストは、ニューヨークマガジン誌への寄稿で、本作を最高級の爽快なアドベンチャーエンターテインメントと表現し、その演技と並外れた技術的成果を称賛した。レックスリードは、 神経を使ったアクションシーンを称賛し、大体において、ジョーズはすべての分野が見事に機能している心をつかむホラー映画であると結論付けた。ニューヨークタイムズのビンセント・キャンビーは、サメの犠牲者らに特別な共感を覚えることはないことは、この映画がどのように機能しているかを示している例と言えるだろう。最高の映画においては、アクションの観点において、登場人物が 明らかにされていく。ところが、ジョーズのような映画においては、登場人物は、単なるアクションの機能に過ぎず、小道具を動かしたり、必要な情報を伝えたりする舞台の裏方のような、存在に過ぎないと説明する。彼はそれを、ナンセンスによって、大きく盛り上がれるようなものと表現していた。ロサンゼルスタイムズ誌のチャールズ・チャンプリンは、映画の PG レーティングを批判し、 ジョーズは子供たちが見るものとしてはあまりにも陰算だし、何歳になっても感傷的な人たちだと胃袋がひっくり返る可能性があるほどだ。この作品はインパクトのために過剰なものに頼っており、粗雑で作詞的だ。陸上のパートは退屈で、ぎこちない演出とくだらない描き方がなされていると批評している。ナショナルボード・オブ・レビューのマルシア・マギルは本作を後半は 非常に見る価値があると述べる一方で、主人公たちがサメを追いかける前に関しては、展開の速さのために、しばしば欠点があると感じたという。コメンタリー誌のウィリアム・エス・ペクターは、本作をすでに十分に満足している。退職感のための退屈な食事や、基本的に操作する類の映画構成と評した。同様に、 ビレッジボイス誌のモリー・ハスケルはコンピューターのような精度で動作する恐怖の機械だ。あなたはショック療法を受けるネズミの感覚を味わうだろうと述べている。この映画で最も頻繁に批判されたのはその機械的な敵役の不自然さであった。マギルはあらかじめ行動が決められたサメの本当にインチキなクローズアップがあるといい、2002年にはオンラインレビューのジェームズ・ベラーディネリが アニマトロニクスの生物の安っぽさに笑いが止まらなくなるだろうと評した。レスリー・ハーディーウェルのフィルムガイドでは以下のように説明される。純粋にサスペンス性に満ちた恐ろしいシークエンスがあるにもかかわらず、この作品はナレーションが看板で、時に平坦な扱いのスリラーが展開され、過剰なセリフ回しに、そして最後には全く説得力のないモンスターが出てくる。 ジョーズはアカデミー賞において、作曲賞、録音賞、編集賞の3部門を受賞し、作品賞にもノミネートされた。しかし、スピルバーグは、監督賞にノミネートすらされなかった事実には大いに、憤慨した。ウィリアムズの音楽は、オスカー以外にも、グラミー賞、英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞も受賞した。また、フィールズは、アメリカ映画編集者協会による、 エディー賞において長編映画編集賞を受賞した。ピープルズ・チョイス・アワードでお気に入りの映画に選ばれた。また、第29回英国アカデミー賞では最優秀作品賞、監督賞、俳優賞、編集賞、音響賞に、第33回ゴールデングローブ賞では最優秀映画ドラマ賞、監督賞、脚本賞にノミネートされた。スピルバーグは、 全米監督協会から全米監督協会賞にノミネートされ、全米脚本家協会からは、ピーター・ベンチリーとカール・ゴットリーブの脚本が、脚色ドラマ賞にノミネートされた。ジョーズは公開されてから何年もの間、映画評論家や業界の専門家から、史上最高の映画の一作として、頻繁に引用されてきた。アメリカンフィルム・インスティチュートが百九十八年にまとめた、 アメリカ映画ベスト100では48位であったが、2007年の10周年エディションでは56位に落ちた。また、AFI は2003年の悪役トップ50ではサメを18位にランクインさせ、2005年の名セリフベスト100では、ロイ・シャイガーのセリフ、もっとでかい船が必要だを35位、同2005年の映画音楽ベスト100では6位、そして2002年の スリルを感じる映画ベスト100では、最古に次いで本作を第2位とした。2003年、ニューヨークタイムズが選んだ最高の1000本の映画にも含まれた。翌年には、ブラーボネットワークの5時間のミニシリーズ、ザ・ヒャク・スケリースト・ムービー・モーメンツの第1位に選ばれた。シカゴ映画批評家協会は、2006年にこれまで制作された映画の中で6番目に怖い映画に選出した。 2008年、ジョーズはエンパイア氏によって、歴史上5番目に優れた映画にランクされ、クイントは、史上最高の映画キャラクター100人のリストで50位にランクインした。本作は、最高の映画を決める、トップ50、または100のランキングの常連であり、レオナルド・モルティン、エンターテインメント・ウィークリー、フィルム4、ローリング・ストーン、トータル・フィルム、TV ガイド、 バニティフェアなどによって選出されたもので選ばれている。2001年、米国議会図書館は、画期的なホラー映画及び最初の夏の映画として認め、本作をアメリカ国立フィルム登録簿に保存することを決定した。2006年、全米脚本家組合は、史上最高の脚本の63位に選んだ。2012年に、 映画編集者組合は、その会員の審査に基づいて、本作を史上8番目に編集が素晴らしい映画として挙げている。ジョーズは、新作がゆっくりと劇場展開され時間経過と共に指示を得ていく、伝統的なプログレッシブリリースではなく、大量のテレビ広告に裏打ちされた幅広い全国展開のメリットを確立する上で重要な役割を果たした。 映画が何千もの劇場で同時公開されるサキュレーションブッキングや大規模なメディア展開は今日おいてハリウッドの大手映画スタジオでは当たり前の手法になっている。ピーター・ビスキンドによれば本作は出版物における批評の重要性が減り映画がゆっくりと構築されることは事実上不可能となり観客は単純なクオリティをもとに映画を見つけ出す。ジョーズは 企業が持つ大きな利益への欲求を素早く刺激した。つまり、スタジオはすべての映画が上手であることを望んだという。学者のトーマス・シャッツは、ハリウッドのヒット作の潜在的な利益を再調整し、市場性のある商品及び文化的な現象としての地位を再定義した。この映画は、ハリウッドの5年間にわたる不況に大きな終止符を打つとともに、ハイコスト、ハイテク。 ハイスピードのスリラーの時代を切り開いたと指摘する。本作はまた、夏という季節が、スタジオ最大。それまでの長い間、期待されていたヒット作の多くは、冬の時期に配給されるのが、一般的だったのに対し、夏は、大抵の場合に成績が悪いと想定される映画を、廃棄する期間と考えられていた。スターウォーズともに、本作は、ハイコンセプトな映画を主流とする。 新しいアメリカ映画のビジネスモデルを確立したと考えられているのと同時に利益を生む対策映画に注力するために作家主義的な映画が軽視されるといったアメリカニューシネマの時代の終わりの始まりでもあったと考えられているアメリカニューシネマの時代は映画制作者が大手スタジオのシステムの中で相対的な自治権を得ることによってできたと定義されるがビスキンドは スピルバーグはスタジオが再び自分たちの力を得るためのトロイの木馬であったと評する。この映画はより幅広い社会的影響もあった。1960年代に映画サイコが観客にシャワーを新たな不安の源としたようにジョーズはより多くの観客に対して海に入ることを恐れさせた。1975年にビーチへの入場者数が減少したのは 本作が原因だと考えられており、サメの目撃情報が増えた。本作は、サメと、その行動についてのネガティブなステレオタイプ、いわゆる、上手効果を生み出した責任があると今でも考えられており、サメ釣りトーナメントで、大勢の漁師たちが、数千匹もの海の捕食者をボートに積み上げた事態を、招いたと思われる。ベンチ D は野生のサメが実際に、 どのような生態か知っていれば、元の小説は書いてなかっただろうと述べている。保護団体はこの映画のせいで、サメを保護すべきという意見が一般人に納得してもらうのがかなり難しくなったと嘆いている。1979年の SF 映画、エイリアンの脚本は、宇宙のジョーズとして、スタジオ幹部に売り込まれたほど、ジョーズはその後の多くのホラー映画のひなとなった。 1970年代から1980年代にかけては、オルカ、グリズリー、地獄のジョーズ、87最後の復讐、呪われた毒魚、アリゲーター、アニマル大戦争、タイガーシャーク、悪魔の沼など、人を襲う動物を題材にした映画が数多く公開された。こうした作品群の中でスピルバーグは、ジョーダンテ監督、ジョン・セールズ脚本のピラニアを、 ジョーズのパクリ映画の中で最高の作品と評価した。ジョーズをベースにした外国のモックバスターのうち3つはイタリアで制作された。ユニバーサル社の盗作訴訟を引き起こし、一部の国ではジョーズシリーズの一作として公開されたジョーズ98劇流編ミステリーサイエンスシアター3000でデビルフィッシュのタイトルで公開された死神ジョーズ戦慄の血しぶき。 そして超自然的な要素を取り入れたディープブラッド復讐のシャークである。2009年にはジャパニーズホラーの日本映画としてジョーズインジャパンが制作された。リチャード・ドレーファスはピラニアのリメイクである2010年の映画ピラニア 3D に仮名を出演した。この中でドレーファスは最初の犠牲者である漁師マット・ボイドを演じている。後にドレーファスはマット・ボイドは マット・フーパーのパロディであり、彼の生まれ変わりのようなものだと述べている。例えば、マット・ボイドはラジオで、ショー・メザ・ウェイ・ツー・ゴー・ホームという曲を聴くが、これは、オルカ号で、フーパー、クイーンと、ブロディが一緒に歌った曲である。ロケ地となったマーサーズ・ビニアード島では2005年に、映画の30周年を祝うイベント、ジョーズ・フェストを開催し、2012年には、第2回目も行った。 私的なファンのグループが当時のキャストや撮影クルーにインタビューを行った長編ドキュメンタリーザ・シャークイス・スキルワーキングを制作した。これはロイ・シャイダーがナレーションを担当し2006年に亡くなったピーター・ベンチリーに捧げられ2009年のロサンゼルス・ユナイテッド映画祭で初公開された。北米で最初に販売されたレーザーディスク版は 1978年に MCA によるものであった。1992年には2回目のレーザーディスク版がリリースされ、その後、1995年に MCA、ユニバーサルホームビデオのシグネチャーコレクションから3枚目となる最終版がリリースされた。このバージョンには削除シーンやアウトテイクといった未公開シーンが含まれており、他にローランドゼロ監督による2時間の メイキングドキュメンタリー、原作、ジョーズのコピー、ジョン・ウィリアムズによるサウンドトラックの CD などが収録された豪華なボックスセットであった。VHS 版は1980年に MCA、ホームビデオがリリースしたのが最初である。1995年には公開20周年を記念して MCA ユニバーサルホームビデオからメイキング・オブ・レトロスペクティブを収録した。 コレクターズエディションが新たに販売された。これは北米で80万本を売り上げた。2000年の公開25周年を記念して販売された最後の VHS 版にはドキュメンタリー、削除シーン、アウトテーク、予告編を収録した付録テープが付属していた。DVD 版が最初に販売されたのは2000年であり、公開25周年を記念しての大々的な 宣伝キャンペーンが行われた。この DVD には、スピルバーグ、シャイダー、ドレイファス、ベンチリー、その他のキャストやクルーのインタビューを含む50分のメイキングドキュメンタリーが収録されていた。その他にも、削除シーン、アウトテーク、予告編、制作写真、絵コンテなどが収録されていた。この DVD はわずか1ヶ月で100万部を出荷した。 2005年6月にはマーサーズビニヤード島で行われたイベントジョーズフェストにて30周年記念版がリリースされた。新しい DVD には2時間にわたるブゼローのドキュメンタリーや1974年にジョーズの撮影現場で行われたスピルバーグとの未公開インタビューなど、これまでのホームビデオでは見られなかった多くの特典が収録されていた。 2012年8月に開催された第2回ジョーズフェストではブルーレイ版がリリースされ、これにはザ・シャークイス・スティル・ワーキングを含む4時間以上の特典が収録されていた。このブルーレイ版はユニバーサルの100周年記念の一環でもあり、チャートには4位で登場し、36万2000本以上が売れた。2020年6月1日には、 ウルトラ HD ブルーレイバンも販売された。かつてユニバーサルスタジオフロリダにあった本作をテーマとしたアトラクションの入り口。ユニバーサルスタジオフロリダには1990年の開園当初のアトラクションとして本作をテーマとしたものがあった。後に2001年に開園したユニバーサルスタジオジャパンにおいても同様のアトラクションが設けられたが、 フロリダのものは2012年1月に閉鎖された。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドのアトラクション、スタジオ・ツアーには映画のワンシーンをアニマトロニクスで再現したものがある。本作のミュージカル化は少なくとも2つあった。1つは2004年にミネソタ・フリンジ・フェスティバルで初演されたジョーズ・ザ・ムシカルであり、もう1つは2006年にトロント・フリンジ・フェスティバルで初演されたジャイアント・キラー・シャーク。 ザムシカルである本作のゲーム化としてはまず1987年に ljn より販売された任天堂エンターテイメントシステムのジョーズがあるその次に2006年にマジェスコエンターテインメントより販売された xbox ps に pc 向けのジョーズアンリーシュとまた2011年には任天堂 3ds といいで同じくマジェスコが 販売元となった、ジョーズ、アルティメット・プレデターが販売された。モバイル向けとしては、iPhone 版が2010年に出ている。2017年に、ゲーム開発会社の全スタジオが、バーチャルピンボールゲーム、ピンボール FX3 のユニバーサル・クラシックスの、アドオンパックの一部として、本作をテーマとしたバージョンをリリースしている。アリストクラットは、正式ライセンスを受けて、 本作をテーマとしたスロットマシンを開発した。日本ではパチンコにおいて2006年に軽落産業が正式ライセンスを受けた CR パチンコジョーズをリリースしている。また2015年には平和が CR ジョーズイッツエシャークパニックをリリースしている。ジョーズの成功を受けて3つの続編が制作されたが、これらは批評家の支持を得られず工業的にも、 本作ほどにはうまくいかなかった。続編をすべて合わせたアメリカ国内での総売上高でも本作のわずか半分に過ぎなかった。スタジオは早い段階から続編の企画に乗り出していた。しかし、スピルバーグは1975年10月にサンフランシスコ映画祭で何かの続編を作るというのは安っぽいカーニバルの芸に過ぎないとスピーチするなど、 続編に関わる意思がないことを鮮明にしていた。ただし、当初続編の監督に抜擢されたジョンディ・ハンコックが、撮影開始後に数日で解雇された時には、スピルバーグは、引き継ぐことを検討したという。しかし、これは、ドレイファスと組んだ、ミッチとの遭遇の制作のために不可能となった。最終的に続編は、ヤノット・シュワルツが監督を引き継ぎ、1978年に、 ジョーズにとして公開され、シャイダー、ゲイリー、ハミルトン、ジェフリー・クレーマーらが同じ役で再登場した。この第二作目は続編の中では最も優れた作品だったと評価されている。1983年に三作目となるジョーズ 3D が制作された。監督は全二作でそれぞれアートディレクターとプロダクションデザイナーを務めたジョー・アルブスであったが、 ブログ所長の成長した息子マイケルが主人公となるなど元の俳優は出演しなかった。この作品は変更フィルター方式のメガネをかけて鑑賞する 3D 映画であったが批評家たちからは酷評された。1987年に制作されたシリーズ第4作目と同時に完結編となるジョーズ87復習編はジョセフ・サージェントが監督を務めロレン・ゲリーが エレン・ブロディ役で再登場し、主演を務めた作品であったが、シリーズ中最悪の映画とみなされている。工業的には3作とも利益を上げたが、批評家と観客ともに、映画の出来には大いに不満を示した。なお、アメリカ国外においては、本作の人気にあやかって作られたエピゴーネンやひどい、ものでは本作を評説した、低予算映画に、 ジョーズの続編であるかのように誤認させた現地タイトルを付け公開されたものもあった。例えば1995年に制作されたクルーエル・ジョーズは全くシリーズに無関係であったがタイトルにジョーズの名が入っておりアメリカ国外ではジョーズ後クルーエル・ジョーズなどとシリーズ5作目であるかのようにして公開された。日本では他にもジョーズの公開翌年の1976年に 制作された B 級映画、マコ、ザ・ジョーズ・オブですが、4作目、ジョーズ87復讐編と誤認させるような、地獄のジョーズ87最後の復讐というタイトルで公開されていた。また、1998年に日本で公開された、ジョーズ98激流編に至っては、1981年に制作されたイタリア映画で、1982年の アメリカでの公開時にユニバーサルから公開差し止めの訴訟を起こされた氷説映画であった。先日のクルーエル・ジョーズも1996年に公開された日本ではジョーズ96虐殺編とシリーズ4作目を模したタイトルが付けられていた。ありがとうございます。